独裁キャラバン .com 岩佐です。こちらは野口直人さん、福岡からいらっしゃったランナーですけれども、今日は昨日開催されました阿蘇ラウンドトレイル、に準優勝ということで16時間59分で完走されました。おめでとうございました。ありがとうございます。見事に、まあ、生き残ったというか勝ち残ったというか、いえいえ棚本ですけど本当にいや本当マグレです、はい、どうでした、こうそれだけやっぱ厳しいレースだったのか、ご自身としてはどんな風に感じながら、あるいは本当に楽しみながらだったのか、どんな風なことを感じました。僕のちょっと今回目的っていうのはもう本当に阿蘇の景色見ながら、まあ、順位というよりもそっち楽しみながら走るっていうのがちょっと今回の目的でしたね。ここのコースのことは福岡にお住まいだそうですけれども、この阿蘇とかはこう走りに来たりとかすることもあるんですか。はい、阿蘇のことはよく結構知ってるんですけども、実際にこうランニングで走るってことは初めてだったんで、本当一瞬ぐるって回ってちょっとやっぱ景色の凄さにちょっと感動したというか、あと爽快感というか、うんうん、風が気持ちよかったり、うん、山がなんか迫力あったりとか、うん、いやすごい新しい発見がありました。後半のね、こう気持ちのいいコースを終えて、まあ、途中高森町の体育館の後からのこう南外輪山に入るところがかなり、まあ、夕方、ね、暗くなって大変だというふうに皆さんおっしゃってましたけども、その辺は野口さんどんなふうに感じながら進んでたんですか。そうですね、僕も夜暗くなってのセクションとかちょっと僕下りが苦手なんで、あんまり僕も得意とするところではなかったんですけども、まあ前半中盤のロードの区間で、あのロードの区間とあと走れる区間ですかね、そこでまあ貯金使って、まあ、追いつかれるなら追いつかれるならいいかなみたいなちょっと軽い感じで考えてて、あとはもう最低限このロストしないようにということだけは注意して走りました。野口さんのちょっと少しこれまでのね、リザルトとか、はい、ちょっと分かる範囲で見てみたんですけど、ね、もうすでにトレイルランニングというか特に長い御嶽 100キロとか、はい、UTMF とか、ね、はい、もうすでにいろいろ経験されていてますよね、はい、いつぐらいからそういうトレイルランニング特にこういう長い距離やってらっしゃるんですか。ですね、一番最初きっかけがUTMF ができた時に、なんかその富士山一周するっていうチラシを見て、あ、ちょっとこれ面白そうだな と思ったのがきっかけなんですよね。まずその富士山出るのに走らなきゃいけないレースにまず出ようということで、はい、まあ、その順位とかよりもその出る出場が目的で、まあ、今までのいろんな結果と比べても、ね、これだけ大きなスケールの大きな大会で、ね、はい、準優勝ってのは結構ね、いや手応えあったと思うんですけれども、これからなんかこんなこと挑戦したいとかありますか。こう、まあ、レースだったりレース以外。そうです、ちょっと今回の結果っていうのはやっぱ本当出来すぎた感があるし、やっぱちょっと九州の皆さんちょっと強い人がいっぱいいるんで、まあやっぱ僕はやっぱ前のスピードにやっぱついていけないですよね、ちょっと正直なんで、まあまあ今のスタイルを崩さなくて楽しめればいいかなと思って、あとはやっぱりいろんなレースにちょっとやっぱ出てみたいっていうのはやっぱありますね。まあ、海外に限らず日本の他のまだ走ってないレース結構あるんで、まあ、一番興味あるとか、あるいは今年出る予定だとかありますか。ちょっと仕事上なかなか出にくい環境になったんですけども、でもやっぱりモンブランとかやっぱ出たいですねUTMB ですね、一度行きかけたんですけど、一応この第1回阿蘇ラウンドトレイル準優勝というきっかけになって、なんかそういうチャンスがね、はい、周囲の皆さんが配慮してくださることを期待したいと思いますけどなかなかそういうのいかないのかもしれませんけれども、ね、そんなチャンスが我々が、ね、野口さんの活躍を見る機会もきっと増えたらいいんじゃないかなと思う次第であります。ありがとうございます。お疲れ様でした。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございました。